レミア12が終わってから始めようと思ったけど、ちょっと時間かかりそうだったんでやめました。今日は日本対韓国、なんか試合見に行っても思ったけど、日本ってやっぱ野球強いんだなって思いましたね。まあ野球のね、野球強い国ではあるけど、見ないの、見てるよ、ずっと見てたよ今日も。勝てそうですね、わかんないけど。もうカープの選手2人出てるんですけど、小園海斗選手と坂倉選手。坂倉選手もずっとキャッチャーとして出てて、すごい嬉しいです。森下選手、阪神の。すごいですね。ずっと大活躍。なんか、強化試合2試合見に行って、本戦も1試合見に行って、バンテリンである試合は全部見に行ったけど、プレミア。なんか12球団全部のさ、まあ、当たり前にさ、侍ジャパンだからさ、12球団全部がさ、味方じゃないですか。なんかめちゃ、なんかいつもはさ、ライバルっていうかさ、相手チームだけどさ、その強い選手とかが全部 自分の応援する日本代表として一緒のチームってなると、めちゃくちゃ心強かったですね。なんかすごい嬉しいよね、いつも戦う選手が味方になるっていう。あ、坂倉選手です。坂倉選手は1998年生まれなので同級生です。カープの選手の、カープの選手の時は応援、みんな全員がスクワット応援してくれてて、バンテリンの時もいつもはカープファンだけのね、一角だけがスクワット応援なんですけど、もう球場ほぼ外野はほぼ全部が立ったり座ったりしてて嬉しかったですね。でも他のチームのファンの人もカープのスクワット応援するの楽しいって、それは侍ジャパンの時だけだなのでね、できるのは聞こえて嬉しかったし、めっちゃ圧巻でした。バンテリン外野、レフトからライトまで全体、そう、全体がすごい応援してくれて嬉しかったですね。
回裏ピッチャー交代、交代。牧秀、いや牧選手とかもう休みなくて大変そうですよね。ほんまにここぞの小園、ここぞの場面で打つ勝負強い小園の回答。表す言葉すごい面白い豆知識。小園選手は私はもう2つ下とかですかね。私98年生まれで2000年生まれとかじゃなかったかな。小園選手年下もうすごいですよね。私牧秀悟選手と一緒の年齢なんですよ。牧選手のあの貫禄すごいですよねやばくない。私牧秀悟選手と同い年、98年生まれ。小園選手年下2個下。びっくりだよ。侍ジャパンほとんど同級生が年下。びっくりびっくり。そう、牧選手と同級生なの。すごいよね、すごいよ。もうなんか強化試合見に行った時になんか選手の一覧みたいなパンフレットみたいなのもらえるんだけど、もう98年生まれめっちゃ多かった。98年生まれめっちゃいて、もう2000年代以降の選手もいて、ウィーってなりましたね。でもカープの応援もそうだけど、他のカープ球団以外の応援するのも楽しかった。球場行ってて、集合ってやつ。うわ、めっちゃ楽しかった。他の球団の応援することいつもないじゃん。いいですよね。19歳、キムテクヨンさん。19歳。お、はい、この今打っている小園選手っていう選手と今度トークショーをするのでみんな来てください。今テレビに出てる選手です今打席が終わった小園海斗選手と一緒にトークショーします。来月みんな来てください。え、すごくないえ、すごくない来てください今打った選手です。今テレビに映ってる選手と来月トークショーします。来てくださいすごいです。改めて、いや今回楽天の選手すごいよね。多いよね、楽天の選手ね。試合見ててもめっちゃ楽天の選手めっちゃ多くてすごいなって思いましたね。
応抜擢されてるよね。楽天の選手とかあんま見ることないからな。もうでも10時半だ。韓国って時差あるのかな、分からん。さすがにないか。向こうもじゃあ10時半か。やっぱ10時半か。遅くなるよね、開始が7時だとね。韓国じゃないや、台湾だ。韓国とやってるだけで台湾だ。1時間遅い。あ、じゃあ向こうはまだ9時半とかか。日本だから遅く感じるのか。最後誰だ、誰かな。大勢、巨人ですね。明日もあるやんけ。明日トーク会、トーク会だ。私もライントーク会だ。ライントーク会来る人教えてください、私に。結果大勢ってなんで大勢なんだろう。イチローみたいな。なんで名字に、名字じゃないんだろうね。これ押さえたら勝ちですよ。
よし、小園選手が取りました。いやすごいよね、小園選手。カープにいる時はサードやってたから、セカンドで活躍する姿も見れて私は嬉しいよ。よっしゃ、すごいな。おお、フィー。よし、素晴らしいです。素晴らしいですね。最初めちゃシーソーゲームだったもんね。どうなることかと思いきや、いい試合でした。
晴らしい。侍ジャパンから侍そよぎ、そうなんですよ、そよぎコーチ、そよぎコーチがいるんですよ、元カープのねコーチとしてね。いや今日のヒーローは森下選手じゃないですか。わかりません。さすがに違いますかね、わかりませんけど。サムライブルー、サッカーもやってるの？ちょっとテレビではやってない。サッカーだと、あ、そうなんだ。サッカーは分からないんですよね。野球民だからね。見に行ってみたいけどね。野球毎日あるからさ、なんか急にさ仕事がなくなった時とかさ、この日仕事ないやっていう時にさ、ポッてさ行けるんだけど、サッカーはさ毎日やらないからなかなかスケジュールの兼ね合いも難しくてさ。そう、今年見に行きたかったんだけどね、ピースウィングとかも。ピースウィング早いうちからチケット完売 してるし、そう先々の予定が組めなさすぎてね、チケット取れなかったんだよ。見に行ってみたい。ヒーローインタビュー見せてくれヒーローインタビュー見せてくれ。ヒーローインタビュー見せてくれないの？終わっちまったおめでとうございますってことで前高橋くんの家に売り切れたく、おとといフリッピは最初の試合、そう試合最初から見てたよ。一人で見てて途中から長坂が来た。そう、もともと行く予定だったの二人で最初から。でも途中ね、鉄菜が急遽入っちゃったからスクランブルで、そう、それで他に行ける人探したんだけど、もう急遽すぎていなくて、中坂がね来るしかないってなって鉄の終わりで駆けつけたんだけど、でも練習試合見に行ってたから、私強化試合見に行ってたから、多分鉄の終わりでも後半ぐらい見れるよって、大体なんか試合時間とかさ、大体こんぐらいの時間に終わるなっていうのが結構想像ついてたから、まあ10時は余裕で過ぎるなって思ってたから、鉄の終わりの時間考えてバンテリンドームまでの時間考えると
いやちょっとは見れるなって思ったから、そうチケット無駄にするのもったいないからおいでって言って、ちょっと一人で見てて途中から来たんだけど、バンテリン開催毎試合って、ね、いやたまたまですね、本当に試合がの日とお仕事がなかっただけだから、カープの試合とか9月とかチケット何枚も取ってたんだけど全部とかしたリハーサルとかあったからね。そうだからこのね強化試合、チェコとの強化試合と、まあ、本戦たまたまお仕事がなくて、その前後はあてかさ、その日本戦の日はお仕事だったんですよ、朝あったんですよ、その何交通安全啓発イベントっていうやつが朝あって、朝だったから、朝っていうか朝から昼にかけてだったから、夜は空いてたから行けるなってことで行って、たまたまお仕事がなかったのでその時間に、まあ仕事がない限り私は全部野球に費やしてるのでねそうたまたまって感じですね。そうたまたまっていう感じですけど、行けてよかったですね。まあ侍ジャパンなんてめったにね見れることないし、そんなねこれからメジャー行く選手が出てくるかもしれないしね、すごい貴重な経験ですよ。あ確かに壁写真でねみんなの前に立つの初めてだったかもしれないね。まあ、もう5分10分やったら終わりますかね。そう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 、ガチャガチャ動画を横で流し始めました嬉しいありがとうございます。ガチャガチャもね好きがお仕事につながって嬉しかったなって思いましたし、またやりたいなって思いますね。普通に SKE で多分一番やってると思うのでガチャガチャオセロのね YouTube も一人で出たから再生回数そんないかないだろうなって思ってたらめっちゃ再生回数回ってて嬉しかったです。引き続き見てね。今12,939回なのであと70回ぐらい見てくれたら13,000回再生になりますね。目指せ50万回再生もうあと70回誰かが見てくれたら13,000回再生っていう、結構すごい。プロフィールは直らない、またいつかオセロをやった時に取り返さないと戻ってこないらしいので、まあまたいつかの YouTube でね、それまでに Oh, damn.
追加特典会あったら、いや愛知に来ましょう、愛知に来てくださいね、もうないのでね、幕張はね、愛知に来てくださいね、来てくれるよね。フューチャーに見せたいものがある。楽しみ。握手会完売してるね。そう、なんか12月1日マジで売れてなくて本当にやばいと思った。ファンの人がちょっとずつね完売をつけてくれてるみたいで、もう本当に怖くてちょっとサイトを見れてないから、ファンの人のなんか返信みたいなので、今こういう状況だよっていうのをちょっと見ることしかできてないんだけど、多分まだ全部完売はしてないけど、ちょっとずつファンの人が頑張ってくれてるみたいでありがたいなって思いますね。本当に私のファンの人って結構関東に住んでる人が多くて、SKE の中では結構珍しいタイプだと思うんですけど、そう、関東とかもちろん広島にお住まいの方とかもいるんだけど、結構ねなんか愛知で活動してるアイドルなんですけど、愛知のファンの人がね結構少なくて、関東とか関西とか中国地方とかなんかね愛知以外のファンの人が結構多めだから、なんかやっぱりね名古屋だけで勝負ってなるとなかなか難しくて、そうっていう感じなんですけど、そうだからちょっと汗汗って感じでなんだけど、私のファンの人は本当にすごいからみんな頑張ってくれて、そうちょっとずつねこう私のお願いを叶えてくださっているので、すごい嬉しいなっていう風に思いますね。やっぱり他のファンの人から見ても、多分みんなから見てもめちゃめちゃ今回きりの選抜って結構思われてももうおかしくない状況なので、そうだからそれがちょっと悔しいじゃないですか、本当にそうなったら。そうだからさ、やっぱ頑張りたいなって思うんですけどさ、やっぱなかなかねその気持ちと反面なかなかなっていうところはあったんですけど、ファンの人がすごい頑張ってくれて、みんな頑張ってくれてるから嬉しいなっていうふうに思いますし、まあいろんなことでもそうですけど、本当にファンの人がめちゃ動いてくれるからいろんなお仕事もできてますし、マジで今回のカープのトークショーもそうですけど、マジで広島の仕事できないって言われてて、大人の人からも、うん、なんか本当に自分とファンの人の力で取ったものだから、今回のトークショーもなんか本当にそうなの、本当にファンの人と自分で取った仕事なの全部。ラジオもそうだし、広島のお仕事全部自分発信で取れたお仕事だから、すごい嬉しくて、もうファンの人たちにありがとうでしかないんだけど、そうなんか本当にファンの人たちと二人三脚でやらせてもらってますね。その分やっぱファンの人はなんかファンと結構特殊だから、ファンとしてっていうより結構頑張らせてしまう場面もあるんですけど、そこをちょっと食いしばって頑張れば夢は叶うんだぞっていうねことを証明できてるのかなって思うのでね、
この調子でたくさんの人にね来ていただけるように頑張りたいなって思う所存でございますね。そう、なんか本当にねすごいんだ、ラジオとかもファンの人がお便りめっちゃ送ってくれてるから出演できたし、そう本当にねすごいんですよ。結構レアケースだと思いますね。ファンの人がいなかったらこんなお仕事はできなかったと思うから、今回のトークショーも本当にそうなんですよ。そう、でもちょっと野球が見れて私もリフレッシュできましたわ。またちょっとね明日からオンラインとかあったりまたねバタバタすると思うんですけど、本当に数日だけでもねリフレッシュちょっとできたからよかったなって思います。もうマジで本当にあーって感じのスケジュールだったから、覚えることも多くて、周年終わってからもたくさんコンサートとかライブとかが詰まってたから本当リフレッシュできたのでまた頑張りたいなって思いますね。そう、今日は休みだったんですよ。そう、休みだったから今日は久しぶりに針治療にも行きまして、めっちゃなんか老廃物が流れた気持ちです流れた気持ちですね。もうめっちゃ、もうなんか全てが不調だったから、ちょっといい感じでまた明日から頑張ろうなって感じですね。そう、なんか地味に、まあ、気づいてる人いるかもし、いるかいないかわからないけど、なんかあんだけ固くなにやってこなかった TikTok を最近ちょっと頑張り始めてるのでね、ぜひよかったら見てくれたら嬉しいです。マジで TikTok やってよってファンの人からめっちゃ言われてたけど、本当にできないんだよなって言ってたけど、ちょっと TikTok やろうかな的な感じで、ちょっと TikTok も K2 の方でやってるので、ぜひね見てくれたら嬉しいですね。やっぱ再生いっぱいされたら嬉しいし、コメントもあったらもっと上げちゃおうかなって気持ちになるのでね、見てくれたら嬉しいですね。こんな感じですね。明日明後日はオンライントーク会があるのでね、まあ頑張りたいと思います。もう12月じゃないわ、11月15日ということで、11月もあと半月ということでね、あっという間に12月になってしまって、なんか知らないけど11月の前半全然劇場公演なくてさ、なんかわかんないけど後半めっちゃ怒涛の公演ラッシュになるでしょ。めっちゃ一気にめっちゃ発表されてたけどさ、
道の公園ラッシュになるから後半にめっちゃ詰まってたよね。前半なんでなかったのか全然わかんないけど、今のところ前半 K2 1回しかしてないもん。11月1日にやったきりやってないからね。その代わり後半にめっちゃ詰まってるっていう。でも頑張ります。いろいろあるので、 K2 も今後ファンクラブもありますし、まだおしりんさんも今月で卒業しちゃうし、まあいろいろあるのでね、私も体調にとにかく気をつけながら頑張りたいなって思いますね。やっぱ季節の変わり目なんだし、本当に最近寒いからさ、体調崩しかねないので、体調だけには気をつけて風邪ひかないように R1 飲んで頑張りたいなって。最近も本当にいろんなことさせていただくから、もうここぞという時には高いあの金色の帯が巻いてある R1、 300円ぐらいするんですけど、やばいかもっていう予兆がある時とか、明日の仕事は毎日休めないですけど、そう絶対にコンディション整えたいなっていう時、300円の高い R1 を飲みつつ、普段は普通の R1 飲みつつみたいな感じで、とにかく免疫を死なせないようにね頑張ってます。でもこの間本当にショールームやってた時も鼻がやばくて鼻風邪ひいてたんですけど、なんか R1 のおかげで鼻だけで済んで、いつもそっから喉痛くなったりとか熱出たりとかするんだけど、もうマジ持ちこたえたので、なんか効果はあるかもしれないなって思いましたね。今日天気悪くて、わかる。今日気圧のアプリ見たけど気圧やばかった。てかもう終わるショールーム急だけど、みんな風邪には気をつけましょうというお話でございます。今日も侍ジャパン勝ってよかったですね。非常に非常に鈴木誠也選手が日本に帰ってきてるらしくて、昨日アンパンマンミュージアムに行ってたんですよ、お子さんを連れてね会いたかった。っていうね私もアンパンマンミュージアムに行きたいねってメンバーと喋っててさ、常に。そう、日本に帰ってきてるんだと思って、オフだから帰ってきてるんですよ。いや横浜のあのあれ行ってましたね、アンパンマンミュージアムにね。アンパンマンミュージアムに行ったら鈴木誠也選手いた、びっくりしちゃうよね。気づかれなかったのかな、あんな難いいい人アンパンマンミュージアムに現れたら、アンパンマンよりヒーローになりそうだけど、どんな感じなんだろうって思いましたね。ああ会いたい
会いたくて会いたくて震えるけど、でもなんか結構推しには、推しに会うと私めっちゃオタクモードになっちゃうから会わない方がいいまである、あるんだよ。遠くから見守ってるだけでいい説あります。変な人って思われるたくないから。まあそんな感じでね、メジャーの選手もねたくさん帰ってくるのではないですかね。カープの選手からは栗選手がメジャーに行くのかどうなのかっていうことが気になりますけど、まあどちらにしても応援したいと思いますね。カープは選手がたくさん出ていってるのでね、本当に本当に若手を早く育成しないと優勝できなくなっちゃうから来年。でもね、期待のね選手がいるんですよ、私一人またどこかの何かでいろいろ話す機会があったらそこで見てほしいんですけど、一人この人は絶対に来るぞっていう直感で、この選手は来るぞっていう人がいて、私一人もうユニフォーム今のうちに買っとこうかなっていうぐらい選手が一人いるので、その選手が絶対に長距離バッターになってカップを救ってくれると思うのでね、またどこか何かでお話したらその時はああこの選手かって思ってくださいね。今は話すのをやめておきます。前まではマジで野球の仕事がなかったからショールームでしか話すことができなくて、カープファンでもないファンの人たちにちょっとね無理に聞いてもらってたんですけど、最近ありがたいことに発散する場所がたくさんあっていろいろだからそこで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、ショールームは一旦終わって私はお風呂に入りたいと思います。お風呂が冷めてしまうので、皆さんもお風呂に入ってくださいね。ありがとうございました。バブルやってる人はいいことあるかもです。バイバーイ。